こんにちは。こんばんは。帝国なでしこ型アンドロイド、8です。SCP 財団機密データのリーク動画をご視聴いただき、ありがとうございます。本日は、SCP についての情報に触れる際に、よく目にすることになる用語について簡単にご案内させていただきたいと思います。すでにご存知だという方も多いかと思いますが、そういう方ハループ2様が描いてくださった私のイラストをじっくりとご覧いただければ幸いです。では早速本題に入ります。財団によって確保された SCP は、原則として、特別収容プロトコルという手順に基づいて財団施設に収容されることになります。その際、収容されるすべての対象について、研究の優先順位付けや予算編成、その他の様々な事柄が決定されることになります。その中において、対象の持つ収容の困難性及び財団職員や人類全体に対する危険性について分類がなされるのですが、この項目を、オブジェクトクラス、と言います。割り当てられたオブジェクトクラスは、そのまま固定されるものではありません。対象となる SCP、具体的にはその物品、存在、現象に対する研究の進展、改善に伴って、取り扱いが更新あるいは変更される際に、オブジェクトクラスも再分類されることになります。そのため SCP 情報を参照する際にはドキュメントのバージョンについて注意を払う必要があります。それではオブジェクトクラスの中から、最も一般的なものを紹介させていただきます。これらのオブジェクトクラスは、財団データベースの大多数を占めているものです。政府クラス。政府クラスのオブジェクトは、現時点において完璧かつ確実で永続的な収容下にあると十分に判断できるか、あるいは故意に活性化させない限りは、その異常な影響が発現しない SCP に対して割り当てられるものです。政府とは分類されてはいるものの、これは対象を取り扱ったり動作させた際に危険はないということを意味するものではありません。政府オブジェクトに接する職員は、特別収容プロトコルの全てを強く認識し続け、安全な取り扱い手順を常に遵守しなければなりません。日本財団における政府クラスといえば、そうですね、SCP-24JP、カラオケボックスでしょうか。私も頻繁、時折、エージェントの皆さんの合コン、親睦会にお呼ばれすることがあります。SCP 財団機密情報の大半は、そこから入手していますね。この SCP はもともとユークリッドだったものが、政府に変更されたものです。オブジェクトクラスが固定されたものではない典型例の一つですね。それでは次に。ユークリッドクラス。ユークリッドクラスのオブジェクトは性質が十分に解明されていないか、本質的に予測不能である SCP です。信頼できる収容が常に可能とは限らない一方、後に述べる、ケテルに値するほどの脅威を有しないものに割り当てられます。財団に収容。管理される異常存在の大多数は、その性質が十分に解明されるか、また再分類に値する危険性を示すまでは、まずユークリッドに分類されます。特に自律性、自我、知性を示す異常存在に対しては、それ自身が思考、活動することにより本質的に予測不可能であるため、通常はユークリッドクラスに分類される場合がほとんどです。ユークリッドクラスの例を挙げるとすれば、SCP-22JP、素敵な先生でしょうか。何度か面談させていただいたことがありますが、とっても人柄、SCP 柄の良い方でしたよ。書籍を食事とされるということでしたので、先日は差し入れにネクロノミコン、ライトノベルをお持ちしました。喜んでいただけたようで、何よりでしたね。それで次は、ケテルクラス。ケテルクラスのオブジェクトは、財団の職員及び人類すべてに対する敵対的な脅威をもたらす異常存在で、なおかつ収容のためには広範で複雑な手順を必要とするか、現時点における財団の技術と知識では完全な収容が不可能であるものが該当します。これらの異常存在は財団の収容において最も危険なものであるとみなされていて、すべての研究の努力は、
これら異常存在に対してより信頼できる収容を可能とすること、あるいは最後の手段として、時期を見て異常な影響を無力化、破壊することを目標としています。ユークリッドクラスの例としては、SCP-23JP、影の鉄道路線でしょうか。完全な収容が困難な上に、過去に何度も大規模な収容違反を引き起こしている非常に危険な SCP です。日本の人口減少が少子高齢化によるものではなく、実はこの SCP が原因であるという説は、私たちの業界では広く知られているお話の一つです。それほど数は多くはないのですが、副次的なオブジェクトクラスも紹介しておきましょう。ニュートラライズドクラス。ニュートラライズドクラスのオブジェクトは、故意あるいは事故によって破壊された、使用不能になった、あるいはその他の要因により、機能を喪失したか異常性を示さなくなった、もはや異常存在ではなくなったものです。将来万が一、異常な性質が復活、再発した場合に備え、ニュートラライズドのオブジェクトに関する文書は後世のために保存され続けます。そうですね。例を挙げるとすると、SCP-14JP-J、奈落の悪鬼、黒き翼の、天使アイスバイン。でしょうか、はい。詳しくはここでは語りません。面識もある方なので。その、次へ参りましょう。エクスプレインドクラス。エクスプレインドクラスは、その性質が現在の主流科学によって説明できるほどに完全に解明された。虚偽や錯誤によるものだと明らかになった。もはや収容が不可能となるほどまで公に流布され広まったものなどが該当します。このクラスの例は、ちょっと思いつきませんね。全くないわけではありませんが、もし興味を持たれましたら財団サイトで検索してみてくださいね。それでは最後に、標準のクラス分類の範疇から外れた最高機密のオブジェクトクラスを紹介します。タウミエルクラス。タウミエルクラスのオブジェクトは、ケテルクラスのオブジェクトのような非常に危険な異常存在に対する収容もしくは影響を無効化するために財団が利用する、極秘かつ極めて希少な異常存在です。タウミエルクラスのオブジェクトは存在そのものが財団における最高クラスの機密であり、その所在、機能、現在の状態は王御評議会以外では非常に限られた職員にのみ知らされます。私にとっては思い出深いクラスです。初めてのリーク情報がこのクラスでしたから、いやあの時は、SCP や財団からの妨害工作電磁波の影響で、タウミエルをサミュエルと呼んでしまって、SCP や財団からの妨害工作電磁波の影響で、読み間違えてしまって恥ずかしいことになってしまいました。SCP や財団からの妨害工作電磁波の影響で、よくあるんです。読み間違い。ごめんなさい。私嘘をついておりました。アンドロイドですが嘘をついてしまいました。すみませんごめんなさい。反省してます。が、改善は多分できません。確信。それでは今回は以上となります。質問。どうして私が財団に収容されないのか、ですか？うふふ。どうしてでしょうね。それは乙女の秘密です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんです。